はい。では、時間になりましたので、始めたいと思います。私、AMDD セムリージの山崎です。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、今日は、特別ウェミナーにいらしていただきまして、本当にありがとうございます。また、今日は、APAC メドの関係者の皆様には、貴重な機会をいただきまして、心より感謝申し上げます。デジタル化は、もうすでにあらゆるところで話題になっておりまして、研究も重ねられていますけれども、医療機器という我々の業界でも、急ピッチで、問題の明確化やその活用方法について研究を進める必要に迫られている状況だと思います。しかしながら各社、四苦八苦しているのが現状なのではないかなというふうに考えています。研究のスコープといっても、広げれば非常にキリがなく、医療分野を超えてしまうといったような問題に、ぶつかってしまうというような問題も、難しさも抱えているというのが、現状じゃないかと思います。こういう中でありましたけれども、AMDD では昨年、デジタル委員会を立ち上げまして、こうした論議に取り組んでまいりました。しかしながら、先日、APAC メドさんとお話をしたところでは、APAC メドさんではすでに2年間にわたって取り組みを行われているというふうに、聞いております。そうした意味で、多くのことを学ばさせていただく大変良い機会だというふうに喜んでおります。本日のウェビナーは、APAC メドと AMDD が今後協力し合って、共通の課題にスピーディーに対応していくトリガーとなることを大いに期待しています。まずはデジタルヘルスを取り巻く規制という大前提につきご説明をいただけるとのことですので、大変重要かつ避けて通ることのできない課題だと考えております。そうした意味合いでも皆さんからの活発なご意見やご質問をいただきながら、より、意義の深い会にしたいと思います。今日は質問を受けしやすい進行をご配慮いただいているようでございますので、皆様の積極的なご参加をぜひともよろしくお願い申し上げます。では、始めたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。山崎さん、ありがとうございます。皆さん、こんにちは。本日、モデレーターを務めます、キアンデール・ゲイツ法律事務所の山田です。どうぞよろしくお願いいたします。早速ですが、本日はロシュ・ダイアグノスティクス株式会社の石田さん、およびキムさんに、今、スライドに出ております、アジア太平洋市場における医療機器向けデジタルヘルス規制の理解と題して、主に APAC メイドデジタルヘルス委員会規制ワーキンググループの活動報告を行っていただきます。報告は3つのパートに分けて行われます。最初に、ソフトウェアズメディカルデバイス、日本ではサムディというふうに言われますけれども、あと医療機器プログラムというふうに日本では認識されますけれども、にかかる規制に関して APAC メイドの活動の概要を、次に日本の医療機器プログラム規制の概要及び分析、最後にベストプラクティスの提案という順で行っていきます。パート2の終了後とパート3の終了後に Q&A セッションを設ける予定でおりますので、ご質問のある方はチャット機能を用いてご質問をお送りください。ご質問の内容次第で私も適宜コメントを差し上げたく思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。それでは石田さん、キムさん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、山田様ありがとうございます。音声の方は聞こえておりますでしょうか。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。この度は本ウェビナーにお招きをいただきまして、誠にありがとうございます。私はロシュダイアグノスティックスヘルスケアエクセレンス本部薬事グループに所属しております石田と申します。同じく薬事グループに所属しておりますキムとともに、本日は APAC メドが2021年に発出しましたデジタルヘルスに関するポジションペーパーの内容についてご紹介をさせていただきたいと思っています。よろしくお願いいたします。まずはじめに弊社の紹介を少しさせていただきます。弊社は、本社をスイスに構えておりまして、世界各国に主に体外診断用医薬品および診断用の医療機器を製造販売している会社でございます。昨今の世界的なデジタル製品の、開発拡大に伴いまして、弊社ロッシュグローバルにおきましてもプログラム製品がさまざま開発に取り組んでいるところでございます。本日の、ウェビナーを開催されている、APAC メドのデジタルヘルス委員会におきましては、ロシュグローバルのメンバーが委員長を拝命しております。
本日はその関係で、ロシューグローバルに代わりまして、日本の皆様にこの APAC メドデジタルヘルス委員会が発出しましたポジションペーパーの内容について日本語にてご説明をさせていただければと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。次お願いします。続いて APAC メドに関してついて簡単にご説明をさせていただきます。APAC メド、アジア太平洋医療技術協会は、地域の医療技術業界の統一的な意見を形成するために2014年に設立された団体となります。積極的に各国の政府と協力し、政策の形成ですとかイノベーションの価値創造、あとは規制の統一標準化を推進する活動を積極的に行っております。参画企業としましては、こちらにお示しします通り230社に及んでおります。また医療技術分野において世界のトップ企業が数多く所属 されておりまして、その一方で100社以上のスタートアップ企業も参加されている団体となります。詳しくはこちら のウェブのところをご覧いただければと思います。次お願いします。APAC メドの中にはガバメントアフェアーズやスタートアップ支援などの複数の委員会がございますが、本日のセミナーを共催している、委員会はデジタルヘルス委員会となります。デジタルヘルス委員会の主なミッションですけれども、デジタルヘルス製品の薬事承認からマーケットアクセス、そして臨床使用されるまで全てのフェーズをサポートすることとなっております。バリューとして掲げておりますのは、デジタルヘルスに関する官民のディシジョンメーカーに業界の意見を共有し、共同できるように議論の場を作ることとなっております。扱う議題としましては、デジタルヘルスに関する規制、サイバーセキュリティ、保険召喚、医療情報や総合運用性などとなっております。次お願いします。今回ご紹介するポジションペーパーを含め、これまで APAC メドが作成してきたポジションペーパーは、規制当局に共有されることを意図しております。アジア太平洋地域のデジタルヘルスについて、目的に合った規制、Fit for Purpose の枠組み作りを支援することを目指しております。現在の規制というのは、これまでの医薬品医療機器の安全性や有効性を保障するものとはなっておりますが、ソフトウェアやデジタルヘルス製品の特徴である早いペースで開発が進んでいく、イノベーション、早いスペースで開発が進んでいくという特徴には合っていないという現状がございます。安全で効果的なデジタル技術を迅速に医療へと導入し、患者様がその恩恵を享受できるようにするためには、この短い期間で改良されるソフトウェアの性質に合った規制に作り変えることが必要となってまいります。次お願いします。安全で安全で効果的なデジタル技術を、失礼しました。安全で効果的なデジタル技術を迅速に患者様に届けるために、新しい規制を創出するため、APAC メドは大きく、分けて3つのステップで活動をしてまいりました。まずはじめに、ナレッジの創出としてポジションペーパーを作成しております。続きまして、その作成したポジションペーパーを関係各位に共有し、規制当局や業界のステークホルダーとの関係構築をいたします。続いて、各規制当局を交えたラウンドテーブル、ディスカッションの場を通じて、政策の形成への支援を行ってまいります。これまでに APAC メドは、シンガポールの HSA やオーストラリアの TGA などの規制当局と、すでにラウンドテーブルを行っております。そして今後は日本でも PMDA や厚労省を巻き込んだラウンドテーブルを行いたいと考えているとのことです。
こちらのスライドにお示ししましたのは、各国のサムディ、ソフトウェアズメディカルデバイス、プログラム医療機器の規制の 概要を示しております。こちらの地図で色付けしてある地域、また国におきまして、サムディに関連する規制が制定、あるいはディスカッションが活発に行われており、サムディの、サムディを規制する国々が年々増えていること、またその関心の高さが伺えます。また内容としましては、サムディの該当性、クラス分類、AI、機械学習を活用したサムディに関する規制などがあり、共通して議論が活発に行われているテーマということが分かります。では、APAC メドデジタルヘルス委員会が発出したポジションペーパーの内容についてご紹介をしてまいります。こちらにお示しした3つのポジションペーパーがこれまでデジタルヘルス委員会が発出したポジションペーパーとなります。一番左側は日本、シンガポール、オーストラリアを主に取り上げているものとなります。そして真ん中は中国、韓国にフォーカスしたもの。そして右側はインドにフォーカスしたものとなっております。本日ご紹介しますのは、日本が対象国として含まれておりますこちらのポジションペーパー、アジア太平洋地域におけるデジタルヘルス規制、概要とベストプラクティスの実物となります。リンクにつきましては、こちらのスライドに、貼ってありますので、後ほどご確認ください。また、こちらの日本が含まれているポジションペーパーにつきましては、日本語訳したものが用意されておりますので、そちらもぜひご活用ください。では、こちらの内容についてご紹介をさせていただきます。本ポジションペーパーでは、こちらにお示しします6つの論点に沿って作成が行われております。プログラム医療機器の定義、クラス分類、複数機能を持つソフトウェアの取り扱いについて、デジタルヘルスの特性に合った承認制度、申請前相談制度、また AI 機械学習に特化した規制の枠組みとなっております。こちらの6つの論点につきまして、日本、オーストラリア、シンガポールの規制の現状を分析し、そして規制に対する各企業の対応を評価し、国際医療機器規制当局フォーラム、IMDRF ですけれども、IMDRF の推奨事項と現行の規制のギャップを比較し、最後にデジタルヘルスの目的に合った規制、フィットフォーパーパスを実現するためのベストプラクティスの提案を行うという構成となっております。次をお願いします。本スライドは APAC メドデジタルヘルス委員会が6つの論点、それぞれについて各国の現状を分析した結果が示されております。上から2行目が日本に対しての分析結果となります。日本はデジタルヘルスの特性に合った承認制度、また申請前相談、AI、マシンラーニングに特化した規制の枠組み、右側の3列分ですね。そちらについては、すでに推奨されるベストプラクティスを含んでいるという分析がなされています。その一方で、一番左、プログラム医療機器の定義については、さらなる改善が推奨されると結論付けられており、また、クラス分類や複数機能を持つソフトウェアの取り扱いについては、現時点ではベストプラクティスが含まれていないといった分析結果となっております。続いて、これら6つそれぞれについて詳細をご説明してまいります。次お願いします。まずはじめに、第一の項目、プログラム医療機器の定義についてとなります。医療機器
医薬品医療機器等法以下薬機法と略しますが、薬機法ではプログラム医療機器は医療機器の一つに分類されます。医療機器は薬機法では人や動物の疾病の診断、治療、予防に使用されること、かつ身体の構造もしくは機能に影響を及ぼすことを目的とした器具、機械、器具等で政令で定めるものとなっております。で、医療機器プログラムは医療機器のうちプログラムおよびこれを記録した媒体がプログラム医療機器となります。一方、薬機法において患者説明を目的とするプログラム、また、院内業務支援、メンテナンスを目的とするプログラム、使用者、患者や健常者自らが医療・健康情報を閲覧することを目的とするプログラムは、薬機法では規制対象外というふうに定義されております。また、疾病の診断・治療・予防に使用されることを意図しているものであっても、機能障害が生じた場合に、生命及び健康に影響を与えるリスクが低いと考えられるプログラム、いわゆるクラス1相当の医療機器については、医療機器の規制対象外となっております。APAC メドが、考えるプログラム医療機器の定義のベストプラクティスですけれども、使用目的が医療機器の定義を満たす場合にのみプログラム医療機器とみなすこととなります。現在の本法におけるプログラム医療機器の定義は国際的なベストプラクティスと一致しているという点で、本ポジションペーパーでは評価をされております。しかしながら、米国、カナダ、シンガポールの規制で取り上げられております低リスクのクリニカルディシジョンサポートソフトウェア、臨床医師決定支援ソフトウェアにつきましては明確化されていないという指摘がこのポジションペーパーの中でされております。規制対象とすべきプログラム医療機器を適切に定義することで、規制当局が限られたリソースの中で最もリスクの高い製品、限られたリソースを、リスクの高い製品に集中させることができ、その一方で低リスクのプログラム医療機器については開発者の、規制に対する、対応の負担を低減することが可能となります。また医療機器該当性の定義を国際的に整合させることで、国際市場で一貫性を持ってプログラム医療機器を規制することが可能となり、該当性に関する世界的な標準化というものは非常に重要であるというふうに結論付けられています。ちなみにこちらの医療機器の該当性につきましては、国内でも、もっとより分かりやすい定義というものを、目指し、業界団体等でもディスカッションが行われておりますが、プログラム医療機器の該当性に関する基本的な考え方についてですとか、プログラム、医療機器の該当性に関するガイドラインについてといった通知の中で、規制対象となるプログラム医療機器、ならない医療機器の具体的な例が記載されております。また、最近では厚生労働省のホームページの方に医療機器プログラムの事例、判断事例のデータベースが公開されておりまして、製品の概要と、該当性判断のポイントが公表されております。各社で、医療機器に該当するかしないかのご判断をされる参考になるかと思いますので、ご興味のある方はご確認ください。次お願いします。続きまして、クラス分類についてとなります。本法におけるプログラム医療機器のクラス分類につきましては、GHTF ルールをもとに設定された医療機器のクラス分類のうち、能動型機器に関するクラス分類が適用されるということが、平成26年11月21日付で発出されたプログラム医療機器プログラムの取り扱いについて
の通知の中で明記されております。一方、本ポジションペーパーでは本法においても IMDRF N12 ガイダンスに従った医療機器プログラムに特化したクラス分類ルールを制定することを推奨しております。右側に IMDRF N12 ガイダンスで示されているプログラム医療機器のリスク分類をお示しします。こちらのリスク分類ではサムディが使用される医療現場や病態の状況、医療上の決定に対するサムディが提供する情報の重要性、この2つの要素に基づいてリスクが分類されることを提案しております。この指標によって患者または公衆衛生の影響レベルに基づく4つのリスクカテゴリー1から4が得ることができます。カテゴリー1が最も低レベルのリスクとなり、カテゴリー4は最高レベルとのリスクとなります。この IMDRF のサムディのリスク分類の枠組みというのは、プログラム医療機器のクラス分類に対するリスクベースのアプローチを提供するものとなります。既存の日本法で採用されている既存のクラス分類は、サムディが使用される医療場面や病態の状況を考慮しているものの、サムディが医療上の決定に提供する情報の重要性については考慮されておらず、サムディを評価する上で重要な要素が欠けているというふうにポジションペーパーでは書かれています。一方、IMDRF の枠組みでは、規制当局が分類を決定する際に、サムディが使用される医療状況、条件の状態だけではなく、情報の重要性も考慮に入れられているということが重要です。例えば、がん患者を診断して自動的に治療を開始するサムディ製品は、がん治療の可能性に関して医療従事者に公開されている情報を提供するサムディとはリスクは大きく異なっています。また、IMDRF のサムディクラス分類の枠組みを世界的に使用することで、サムディ分類に一貫性がもたらされ、規制の収束をサポートすることとなります。ただし、多くの規制当局は、この枠組みを既存の医療機器のクラス分類として適用することは困難であると考えております。よって、本ポジションペーパーでも、このリスク分類の枠組みを既存の医療機器のクラス分類に、適合させるのではなく、IMDRF の枠組みを基盤として、プログラム医療機器特有のクラス分類を作成することを推奨しております。3番目の項目になります。こちらは、複数機能を持つソフトウェアの取り扱いについてとなります。本ポジションペーパー作成当時は、複数機能を有するソフトウェアについて、取り扱いについて、関連する記載はなく、ポジションペーパーにおいてもそのように述べられておりましたが、昨年3月に発出されたプログラム医療機器該当性に関するガイドラインの中で、この複数機能を持つプログラム医療機器の扱いについて触れられていますので、その内容をベースにご紹介したいと思います。まず、多機能ソフトウェアの製品の例ですけれども、皮膚の病斑の写真から皮膚がんを検出するスマートフォンアプリなどがあります。スマートフォンそのものの OS やカメラは医療機器の定義を満たすものではありませんが、皮膚がんの検出アプリ自体は医療機器としての目的を持つものとなります。すなわち、多機能ソフトウェア製品はプラットフォーム上に複数のモジュール、アプリが存在しており、モジュール、アプリごとに医療機器または非医療機器と、判断が分かれる可能性がある製品ということとなります。プログラム医療機器該当性に関するガイドラインの中では、複数の機能を有するプログラムにあっては、少なくとも1つの機能が医療機器プログラムの定義を満たす場合、
全体として医療機器としての流通規制を受けるというふうに定義されています。一方で医療機器でない機能が医療機器としての承認範囲に含まれるような誤認を利用者に与えないように、医療機器の定義を満たす機能と医療機器でない機能を的確に区別する必要があるということに留意するというふうに求められています。国際的なベストプラクティスでは、規制当局は医療機器の使用目的の持つ機能のみを監視することが必要であると記載されています。本法では一部の機能が医療機器の機能を有する場合は全体が医療機器として規制を受けるものであるものの、医療機器とそうでない機器を明確に適切に区別することが明記されており、規制の対象は一致していると考えております。本ポジションペーパーではこれに加え、EU、米国におきましては、ソフトウェアの開発者が医療機器と非医療機器の機能の境界を明確に定義し、非医療機器の機能が医療機器の機能に与える影響を評価することが重要であると強調されています。すなわち、複数機能を持つソフトウェアの製品開発、リスク評価、検証を行う際には、スマートフォンの OS やカメラ等の非医療機器の部分がソフトウェアのアプリケーションそのもの、医療機器プログラムの性能に与える影響がないかどうかについて評価をし、医療機器の非医療機器の部分のリスクを低減することが重要であるというように述べられております。はい、ここからは石田と同じく、ロッシュダイアグノスティックス株式会社薬事グループに所属しております、キムが説明を続けます。4番目の項目、デジタルヘルスに合った承認制度についての説明となります。APAC メドはデジタルヘルスの特性に合った承認制度として、今スライドにお示ししております4つの制度を推奨しております。認証信頼モデル、事前決定された変更管理計画、事前認証型プログラム開発、そして迅速な審査系の実装の4つです。現在本法ではこのうちの2つ、右側に書いてあります事前決定された変更管理計画の審査の仕組みと迅速な審査系の実装が制度化されています。変更計画につきましては改善・改良計画事前確認制度、通称イダテン制度が存在しております。改良が見込まれている製品については、変更計画を審査中に確認することで、迅速な一変を認める仕組みでありまして、ポジションペーパーの中でも変更管理への革新的なアプローチとして詳細が紹介されています。また、迅速な審査経路の実装については、先駆け審査指定制度が取り上げられています。ただし、先駆け制度は日本で開発された技術でしか利用できないことが弱点となっていまして、海外で開発されたテクノロジーでの利用を可能にする必要があるというふうに述べられています。認証信頼モデルについては、規制当局が審査をする際に信頼できる海外の別の規制当局が、すでにその製品に対して出している判断を踏襲または参照する制度のことになります。例えば、オーストラリアではシンガポールやカナダの規制当局を対象として、そこで承認された製品を、オーストラリアで導入する場合の審査を省略したり簡略化したりしています。また、事前認証型プログラム、プレサーティフィケーションプログラムは、今現在 USFDA が試験的に実施している制度です。開発スピードの速いデジタルヘルス製品に対しては、製品そのものではなく、開発事業者の開発環境やサイバーセキュリティ対策、品質管理体制を評価し、優れた企業が開発した製品の審査を省略、簡素化する仕組みです。こちらは規制当局と企業が共同しているいい例でもあり、まだパイロット段階ではありますが、互いに協力しながらより良い規制のあり方を模索している例となっています。5番目の項目、申請前相談についてです。申請前相談では、企業が申請前に
規制当局の見解や法的要求事項への従属性を確認することができる仕組みです。こちらについては日本をはじめオーストラリア、シンガポールのいずれも実装している制度となっています。左のグラフで示していますように、本邦においては年々サムディに関連する相談件数は増加しています。また、令和3年度からはサムディ一元相談窓口が設定されており、プログラム医療機器の該当性、開発相談、保険相談をまとめて申し込むことも可能となっています。ちなみに本年度はすでに120件を超える相談が一元窓口にて申し込みされたとのことです。最後の項目、人工知能機械学習に特化した規制の枠組みについての説明となります。人工知能機械学習の使用はデジタルヘルス製品においてますます普及しており、規制上の新たな課題を生み出しています。前半のスライドで示した通り、多くの規制当局が AI 機械学習を活用する製品に対応するための枠組みを積極的に作成しており、日本もその一か国となっております。先ほど説明しました本邦のイダテン制度は、継続的に学習を続ける AI ベースのアルゴリズムや医療機器プログラム等、継続的に改善、性能が改善される機器への適用が想定されている制度となっています。変更計画を活用することで、有体物としての医療機器と比較して、改善のペースが速いサムディの特徴に合わせた承認制度となっています。一方で、本ポジションペーパーの趣旨とは異なりますが、国内の業界活動においては、この AI、機械学習に関するイダテン制度が今後ますます活用されることを目指し、Q&A の作成等の活動が行われています。また、今後制度のさらなる改善の必要があるか否かについて検討が行われている予定であるというふうに聞いております。以上で第2部までの説明となります。岸田さん、キムさん、ありがとうございます。1点ご質問いただいているので対応しようかと思うんですけれども、石田さん、キムさん、ご覧になれてますかね。一応、はい、各国における規制ということで、もしポジションペーパーにこの、まずご質問、英語でいただいてるんですけれども、一応日本語のウェビナーなので、概要を日本語で説明しますと、最後の部分だけ、アプリケーション・オブ・ザ・ステート・オブ・ザ・アート、SOTA も各国の当局によって、デジタルヘルス、各国のデジタルヘルス規制に服するのかっていうところが、ご質問の概要、ステートオブアート専門技術ですね、これについても各国の規制当局によって規制されるのかっていうご質問が来てるんですけれども、ポジションペーパーに書かれてなければ、書かれてないというご回答でも、とりあえずはいいかと思うんですけれども、何かこの点について言及されている、どの国でも構わないんですけれども、何かありますかね。ありがとうございます。ポジションペーパーの中につきましては、この SOTA というものについて、特段内容は含まれていないと認識しております。ありがとうございます。そうすると、ポジションペーパーの範囲ではなかったということになるんですけれども、ちょっとご質問の趣旨を私が完全にちゃんと理解しているかどうか、不確かなところもあるんですけれども、この技術的なところについても、審査の対象にはなると、日本においてはですね、私は日本の弁護士ですので、日本の規制について少し理解しているところをお話しさせていただきたいと思うんですけれども、例えば AI やマシンラーニングで問題になるものだと思うんですけれども、もちろんそのどんなアルゴリズムでも勝手に使っていいということにはなりませんので、特に今、一番議論の対象になっているのは行動変容を伴う医療機器プログラム1点承認されているキュアアップの禁煙補助アプリが承認済みですけれども、これが承認された時の審査報告書を 見ましても、どういうふうなそのアルゴリズムを用いているかですとか、どういうふうに変更されるのかというところについて、あと変更に伴う有効性安全性の影響の考え方等についても議論の対象になってますので、審査の時において検討
される事項、つまり論点とされる事項になるというふうに理解しております。取り急ぎ、こちらの回答でよろしいですか。もしご質問の、こちらはギンティングの、アバサさんですかね。もし追加で何かコメントありましたら、また英語で記載いただいて構いませんので、とりあえず一旦ここで回答を終わらせていただいて、次にベストプラクティスのパート3の方に行かせていただきます。その間にまた何かコメントあれば、他の方でもどうぞ、この Q&A ボックスに入れていただければと思います。では、パート3のベストプラクティスの方に、まずは進んでいただいてもよろしいでしょうか。はい。ありがとうございます。そうしましたら、パート3のベストプラクティスについて説明させていただきます。先ほどまで6つの項目についてその詳細を見てまいりましたが、以降がこの本ポジションペーパーの結論となっています。今回、APAC MEDのデジタルヘルス委員会が策定したポジションペーパーは、リスクに基づく目的に合ったデジタルヘルスのための規制枠組みを構築するために3つの要素というのを提案しています。その第1の要素がソフトウェアに特化した規制の枠組みを構築することとなっています。こうした規制の枠組みを構築するためには、まずはじめにプログラム医療機器を明確に定義することが推奨しております。米国やカナダでは、監視対象とならないソフトウェア機能が明確となっており、医療・健康アプリから医療機器の定義から除外される低リスクの臨床意思決定支援ソフトウェア、クリニカルディシジョンサポートアプリまで、その内容が明確化されています。本法では医療機器の定義として、おおむね国際整合しているものの、低リスクのクリニカルディシジョンサポートソフトウェア、CDS については明確化されていないという点で、APAC MEDが推奨していますベストプラクティスとの差があるというふうに評価がされています。また、クラス分類については、既存の医療機器に対するものを踏襲するのではなく、ソフトウェアに特化したクラス分類を IMDRF のガイドラインに基づき作成することが推奨されています。本島では既存の医療機器のクラス分類をベースに SAMD のクラス分類をしていますので、今後この部分に関する検討がなされることを推奨しております。また、多機能ソフトウェアに関しては、医療機器の使用目的を果たす機能についてのみ規制対象とすることが推奨されています。こちらについては、昨年発出されたガイドラインの中で明記がされているため、対応できている要素となっています。第2の要素として挙げられているのが、SAMD とその変更の迅速な審査を支えるための仕組みです。APAC MEDの提案の一つとして、認証及び信頼モデルの導入が挙げられていました。海外の規制当局の判断を踏襲することによって、迅速あるいは省力化した審査を目指すことが推奨されています。この制度については、日本で現在このような制度はありませんが、規制当局側も限られたリソースの中で、迅速に有効な製品、新しい製品、を患者に提案するために必要な制度であるというふうに APAC MEDの中では結論、もうポジションペーパーの中では結論付けられています。また、変更管理計画を用いた変更審査や優先審査を導入することも推奨されており、本法においては、イダテン制度がすでに導入するためされているため、この点について高く評価されています。この制度については今後実運用でさらなる活用がされることが望まれている状況です。最後に AI や機械学習を利用した SAMD の特性に合わせた別の規制の枠組みを作ることもポジションペーパーの中で推奨されている内容となっています。イダテン制度では AI や機械学習を活用した医療機器プログラムへの適用もなされていますが、こちらも実運用で活発に利用されることが望まれており、その利用を推進するための議論が業界活動の中でも行われているので、そちらの成果についても期待が持たれている状況となっています。
第3の要素として挙げられているのが APAC 地域における共同と合意形成となっています。共同と合意形成を実現するためにはデジタルヘルス規制の国際標準化、業界団体や産官共同コンソーシアムを通じてプレイヤーが一体となってデジタルヘルス規制の枠組みを発展させていくこと、で規制当局と開発業者の共同の3つが推奨されています。特にデジタルヘルス規制の国際標準化を行うことによってアジア太平洋地域での規制要件が統一される方向に促進されていき、その結果革新的なデジタル製品を複数の市場で販売することが可能となります。また認証信頼モデルの導入等が容易となり、行政側にとっては限られた時間とリソースの中で審査における安全性と有効性の評価を下げることなく市場への導入期間を短縮することができるため、アジア太平洋地域全体でこういった統一が図られることが期待されています。と最後になりますが、本ポジションペーパーでの提言を実現するためにパックメドでは2022年に次のアクションを予定しています。1つ目はすでにラウンドテーブルを実施したオーストラリアやシンガポール政府規制当局と引き続きコラボレーション共同を継続していきます。次に日本を含め他の国の規制当局との共同連携の強化をしていきます。3番目は日本において2020年の半ばまでに厚生労働省 PMDA とのラウンドテーブルを AMDD と共同して実現したいというふうに考えています。そして4番目、デジタルヘルスに関連する各企業の開発体制や規制対応のためのサポートを継続していく予定となっています。以上が APAC メドデジタルヘルス委員会作成のポジションペーパー、アジア太平洋地域におけるデジタルヘルス規制概要とベストプラクティスについての内容説明となります。最後に本発行やデジタルヘルス規制全般に関してご質問ありましたらよろしくお願いします。山田さん、お願いいたします。山田さん、ありがとうございました。今新しいご質問は Q&A のボックスにはいただいてないようなんですけれども、何かご質問ある方いらっしゃったらぜひお願いできればと思うんですけれども、もしないようでしたら、そうですね、先ほどいただいたご質問のに関連する何らかの追加コメントを差し上げられればと思っているんですけれども、もっとまずそのよくポジションペーパーで記載されていなかったところでデジタルヘルスやそのサムディに関連する規制として、あの他にはないんですかというご質問もいただくことがあるんですけれども、それについては例えばサイバーセキュリティの問題ですとかプライバシー、あの個人情報保護の観点ですとか、あとは臨床研究において薬機法は適用があるのかとかという問題もよくあのご質問いただくんですけれども、まあ、日本ではちょうど1ヶ月後に迫った改正個人情報保護法の施行に伴って個人情報保護という点があのかなり注目されてますし、あと医療機関におけるランサムウェアによるサイバー攻撃等も最近問題になったところですので、まずそのサイバーセキュリティの点に少し触れさせていただいて、その後先ほどのご質問の AI に関するところですかねについていくつか私の方からコメント差し上げればと思いますけれども、もちろんそれまでに私のコメントが終わる前にご質問がある方がいらっしゃれば Q&A に出ていただければと思います。まずサイバーセキュリティについては、医療機器のサイバーセキュリティ導入に関するという関する手引き書というものが去年2021年令和3年の12月24日に出されていまして、こちらはあの医療情報システムの安全管理に関するガイドラインという、医療機関が主に守るべき個人情報保護の観点から医療機関が守るべきガイドラインとは別に、医療機器の製造販売業者が守るべきサイバーセキュリティに関する義務というものがこちらの手引き書に記載されています。こちらは
国際的なインターナショナルメディカルデバイスレギュレーションズフォーラムのガイダンスの内容を基本としたものでして、こちらを日本の医療機器メーカーさんも遵守することが厚生労働省から要求されているわけなんですけれども、まあ、どういうふうに遵守すべきかというところが先ほど申し上げた手引き書、去年の12月24日の朝手引き書に書かれているところですので、医療機器プログラムにを製造販売されたいときに考えていらっしゃる企業さんは、サイバーセキュリティの観点からはこちらの医療機器のサイバーセキュリティ導入に関する手引き書というものをの内容にご利用いただく必要があるというところをコメントさせていただければと思います。で、先ほど SOTA について主にAI ですがマシンラーニングに関わるところかと思うんですけれども、こちらにつきましても最近いくつか議論が進んでおりまして、例えば伊達天ご指摘いただきましたけれども、こちらについてはその診断用には馴染むけれども治療用については改めて臨床試験が必要なのではないかですとか、あと例えばその治療行動変容を促す治療用アプリ等についてはその更新が頻繁にありますので、そもそも適用が難しいのではないかという議論が進んでいるところです。もちろん規制側としては治療なので臨床試験を新たに行いたいというふうな規制を、まあ、強くしたいところですし、開発されたい側としては更新が頻繁にあるのにそのために臨床試験というのはもうビジネスにならないという考え方もあるかと思いますので、この辺については今後の議論を待つところ待つ必要があるんですけれども、議論の一つとしては行動変容を伴う医療機器プログラムに関する調査報告書というものが2022年度に国立医薬品食品衛生研究所というところから出されました。ここにおいても行動変容を伴う医療機器プログラムにどのように伊達天を適用すべきかというところが議論されているところでして、この調査報告書がそのうちといいますか近日中には評価指標案になり、その評価指標案に基づいて厚労省が行動変容を伴う医療機器プログラムの評価指標案というもの、評価指標を作成するという手続きになるかと思いますので、こちらにおいて伊達天の適用が行動変容を伴う医療機器プログラムにどのようにあるかということについては明確になってくるところだろうと思います。コメントいただきましてありがとうございます。こちら日本語でいただきましたので今読ませていただきます。医療機器ソフトウェアの特性に合わせた規制の枠組みを目指すことに賛成です。ポジションペーパーではオーダーティブパスウェイで4つの方向性が示されていましたが、 APAC メッドではこの4つを全部目指していくのでしょうか、それともどれかに絞って求めていくのでしょうか、ご質問いただきましたありがとうございます。こちらについては何か石田さん、キムさん、ご回答いただけるところがありますか。はい、ありがとうございます。こちらにつきましてはそうですね、ご指摘の通り APAC メドのポジションペーパーでは、4つの、承認制度が推奨されております。ただしこれすべてをその日本において実装することを求めているものではなくて、この中でその日本にあった日本の規制にあったもの、業界、とか行政が好むものっていうのは、各国のその業界行政の話し合いの中で取捨選択するものだと理解しております。そうすると今のところは特にその優先項目等はないっていう感じなんですか。そうですね、今のところこれは個人的な意見ですけれども、業界活動として、特にこの今ない認証信頼モデルですとか事前認証型プログラムの開発の制度ということは特に活発には議論をされていないというふうに理解しております。ありがとうございます。ご質問いただいた方もありがとうございました。あともう少しクロージングリマークスまでもう少し時間がありますので、
何かそうですね、先ほど の, その AI の関係ではちょっとまた話が飛んでしまいますけれども、私が先ほど研究させていただいた行動変容を伴う医療機器プログラムに関する調査研究班報告書というものが出された旨お伝えしたかと思うんですけれども、この中でも行動変容を伴う医療機器プログラムの審査において想定される論点というものが報告されています。今回参加されている企業の皆様、医療機器メーカーの方が多いようですので、どちらかというとこの行動変容を伴う医療機器プログラムというのは最近その製薬メーカーさんがしのぎを削ろうとされている分野ですので、それくらいご関心があるところかどうかは分かりかねるところもあるんですけれども、やはりアルゴリズムというのは変更されていくものですし、この当然のようにその変更されているものをどう扱うかというところは審査の時点でどういうふうに評価していくべきかというところが論点になるというふうにこの報告書では記載されています。例えばですね、アルゴリズムの変更する際の扱いと、結局はそのこのプログラムのライフサイクル、どういうふうにどんどん変わっていくのか維持されていくのかと、そのライフサイクルに関する事項というものは一般的な審査の論点になるということを調査報告書で言われてますので、今後この調査報告書が評価指標という、厚労省の評価指標として成立していくにあたっては、やはりもう少しこのアルゴリズムに関する扱いというものを明確にされるのではなかろうかというふうには思います。そうですね、とは言って一応といいますか、この調査報告書でも米国の行動変容アプリの例と許認可の経過の実例等も記載されてまして、こちらは APACMED のポジションペーパーの最後の方にアメリカの承認実例とも挙げられてましたけれども、そこで上がっている例と同じものが上がったりもしますので、当然といいますか、その日本の当局においてもアメリカの FDA のガイダンス等は意識しているところですので、そこと、全く同じものとなるかどうかは現段階では不明確なんですけれども、意識した評価指標を少なくとも何らかの意識がされた上での評価指標が出来上がってくるんじゃないだろうかと、ちょっと試験もかなり試験が入ってますけれどもと思っております。あ、すいません、3つ目のご質問ありがとうございます。先ほどのご回答いただいた方、ご質問いただいた方のコメントということで、何かそうですね、日本時間で4時までであと5分ありますけど、何か石田さんやキモさん、プレゼンターのお二方から何か質問といいますかコメントみたいなものであれば3分ぐらいでいかがでしょうか。山田様ありがとうございます。先ほどの関口様からいただいた質問についてなんですけれども、このポジションペーパーの中でこの4つのモデル挙げられているものの中からどれを推奨していくという話自体は普段上がっているわけではないんですけれども、このポジションペーパー全体を通じて国際整合、各デジタルヘルスに関する規制が各国で共通して標準化されていくものになることが、企業にとっても、あるいは患者様にとっても、規制当局にとってもいいものとして一つ目指している一つの形にはなっています。でその点を考えますと、この認証信頼モデルというのは各国が同様のサムニーに関する定義ですとかクラス分類を導入した後で実現できるもの、標準化された後であればより実現しやすい制度というふうになっていますので、最終的にはこういった認証信頼モデルとも活用できるように国際整合が図られている、そういった方向に持っていけるようにというのが APACMED の活動における基本の形にはなっていますので、この点ちょっと一言だけ補足させていただきありがとうございます。ありがとうございます。石田さん何かありますか。はい、ありがとうございます。このデジタルの部分につきましては、弊社も、プログラム医療機器の申請を最近こう
検討をしたりする段階になっておりますけれども、各社さんまだまだ、勉強中、規制についても、業界でさまざまなディスカッションがなされている話題だと思います。業界活動にぜひご参加されて、各社さんの、意見ですとか、そういったものを集約して、行政とディスカッションを継続していくことが、日本におけるデジタル製品の開発の推進につながっていくかと思っておりますので、ご興味ある方はぜひ協会活動等にもご参加されて、意見をお聞かせいただければと思っております。今日は弊社にとっても大変貴重な、時間、経験をさせていただいたと思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは残り2分となりましたので、こちらでプレゼンテーションと Q&A セッションは締めさせていただいて、山崎さんにお返ししたいと思います。締めの言葉どうぞよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。本当に今日は、山田先生、それからロッシュの方から石田さん、キムさん、ありがとうございます。短い中でしたけども非常に分かりやすく、ポジションペーパーとして、どういうふうに問題を捉えて、どのように、市場に、プログラム要求を入れていくのかといったところが非常に皆さんの中でもクリアになってきたんじゃないかなと思います。でご質問等々の中でも非常に私も勉強になりまして、関口さんのいただいたご質問、それで、山田先生、キムさん、石田さんの方からもご回答いただきましたけども、今後どういうようなところにフォーカスをしていってで日本というマーケットの中で、きちんと我々の目指す技術というものを浸透させていくのかといったときに、よく言われることですけれども、共通項である、世界との共通項であるものといったところを見ていくといったところと、もう一つやっぱり規制ということから考えると、その日本特有な部分といったところを両方理解をして、きちんとそのプライオリタイゼーションをしていくということが重要になるのかと思います。ただその中でも今その今日のキーワードとしてはやはり国際標準化をしていくっていったところがやはり目指すところであろうというところがあろうかと思います。で特に私ども今日お集まりの皆さん外資で、本邦ではないところに本社があるといったときにですね、例えば本邦でないところで、製品開発をしたときに、その出先のマーケットである日本だけ規制が違うということで、プログラム領域で違うものを作らなくちゃいけないとか、審査過程が違うとかですね、新たなインベストメントが必要になるとかということになりますと、そういったような観点からも、日本へ の, その承認導入というのが遅れる、できないといったようなことを、日々皆さんも抱えられているんじゃないかなと思います。ですので、特にそういったような障害をプログラム領域という新しい領域にも広げないといったところからも、個々の各国での 特有なものを理解しつつも、あくまでも国際標準化ということに目指してですね、MHW とか PMDA なんかを巻き込んでいきながら、より広く、技術をマーケットに展開できるような形で、やっていければいいかなというふうに思っています。そういった意味合いで、私ども AMDD としましてもエパクメドさんと一緒になってですね、その目標に向かって、突き進んでいきたいと思いますので、また関連のこのようなセッションもぜひとも、お願いできればというふうに思っております。今日は本当にどうもありがとうございました。はい、では時間になりましたので、これで、締めたいと思いますが、またセッションをやりますときには皆さんにお会いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今日は本当にありがとうございました。